いつもご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日、今日曜日、どこでもロハス2日目終了のだいたい7時前ですね。7時前になります。そしてご出店の皆様、スタッフの皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はですね、オンラインイベント、初めてのオンラインイベント事後っていうことで、今のうちにこういう形でね、おしゃべりしたり録画しといた方が、思い出だとか記録に残すには、ね、時間経ってから思い出すよりか全然いいかなと思って、また昨日と同じく急遽速報って形で撮らせていただきました。ようやくそのね、まあ最初は緊張したり準備をしたりでいろいろいろな思いしましたけど、まあいざ当日迎えて、実際4時間のイベントなんで、もうあっという間だったんですけれども、まあ2日間踏まえてどうでしたか？そうですね、正直な意見として、そうですね、言うと、その今回のウェブイベント自体が、そのロハスフェスタさん自体初めての試みでしたし、あとまあ自分たちの商品もイベント会場で売っている金額よりもちょっと少々値段設定が高めの商品を販売していたので、どうしてもね、それはね、ちょっとそうせざるを得ない理由っていうのがね、あったんですけどね。そうですね、なんでまあいくつかの要素を掛け合わせると、まあ、正直リアルイベントほどのその期待までは、していなかったんですけど、まあ私たちの存在だとかを、まあ、知ってもらえるだけでもいいかなぐらいに思ってはいたんですけど、いざ蓋開けてみると思いのほか結構そうですね、お問い合わせがありまして。そうですね、もうやり始める前はこういうちゃんと4時間4時間指定の時間をこうパソコンの前でスタンバイしますって言って、こう宣言しつつはいいものの、もうやることなくて暇でになってしまうんじゃないかって、他のやってるとか制作やってんのかなぐらいの感じで思ったら、もう全然4時間はね、お互いパンパンでね、なんか意外と忙しい感じになってね、そうですね、まあ1日目はちょっと空き時間に、まあどこでもロハス、ウェブイベントってどんな感じなんだろうって思って、まあ、いろんなコンテンツ少し、まあ、自分が有料じゃないところは触りながらいろいろ見させていただいて楽しませていただいた部分もあったんですけど、まあ、2日目の今日は、まあ、前日からのお客さんへの、対応だったり、まあ、2日目の新規のお客さんへの、新規の対応だったりで、結構こうっていうか、私ほぼ2日目はもうコンテンツとか見れなかったんですよね。もうそうだよね、申し訳ないぐらいちょっと忙しい感じで、ね、だったんだけど、一応まあうちパソコンが3台あるので、まあ1人1台と、もう、プラス1台はロハス、どこでもロハスのステージショーだっけ、をもうずっと垂れ流しにしてる中で、その一番最初のね、トップページにある、ね、そうそう、仕事させていただいてたんで、もう本当にステージショーの音楽を聴かせていただくので参加者としてはもう2日目は全てでしたね。あのページのあのステージのね、音楽をこう聴きながらやることで、本来なら万博公園にいただろうっていうあのムードを、こういうお部屋の中で味わわせていただきながら、2日間過ごすことできましたね、はい、なので、思いのほか忙しかったですし、あとおそらく私たちに注文をしてきてくださったお客様の多分9割方の人がリピーターさんだったりだとか、もう数年前から知ってて、まだ注文したことはなかったけどずっと狙ってたんだよねっていう人がきっと多かったんじゃないかなと思います。どこかで ご存知になられてた方が決めていただいたっていうのが多くてね、全くこういう文字情報とかオンラインだけの情報からっていうのは今回ね、まあでも普段はもうインスタ見たからみたいなのもだいぶ多くはなってきたんだけどね、今回は、まあいかんせんあんまり僕ら今インスタをちゃんとやれてないっていうのもあったりはするんですけど、そのいい意味でその期待を裏切られたというか、そうですね、はい、その思ってた以上に自分たちがこう多くのお客様に求めていただけたことを感じられたので、すごく嬉しく思っていますし、ご注文いただいたお客様の皆様ありがとうございました。ありがとうございます。と同時にやはりロハスさんのその持つ力みたいなのも改めて感じました。やっぱりその
ね、私たちの絵のファンでいてくれると同時にきっとそうですね、ロハスフェスタ自体のファンでもあるっていうお客様がきっとほとんどだと思うので、うんうん、そうですね、もうリアルイベントはもう当然のことながら素敵なイベントなんですけど、うん、今後のウェブイベントも、うん、さらにちょっと期待をしたいなと個人的には思っています、うん、実はね、今撮影中にね、一件問い合わせとか申し込みがお、そうなの？今ちょうど来てね、うん、なんかこんな感じで今関係者の皆さんだけにお話ししてるような、ね、関わられたアクセスされた方とかスタッフさんとか出展者の皆さんにお話ししてる部分もありますけど、こういうね、なんかオンラインでやられてるクリエイターの皆さん、うんうん、まあ、全然僕らなんぞよりもバリバリウェブ使いこなしてるやんっていう人もいると思うんですけども、うんうん、今回やってみてこうやっぱウェブ使ってのこういう情報交換交流お取引っていう、それはまあ企業間の取引ではなくて、まあ我々そういう事業者対そういう普通にご家庭っていう感じにはなるんですけども、こういうやっぱそういうつながり方もこう社会として抵抗がなくなってきたんだろうなっていう感じをすごい感じるので、孫ついてる方とかうまく活用されてない方はこう生かすと多分変わるだろうなっていうのをね、なんかまあ我々も割とそういうアナログも生かしながらデジタルとか IT のいいとこも、まあ我々はどちらかというとハイブリッドね、お届けする品は非常にアナログなんですけど、うんうん、こう関わり方っていうかツールはアナログ、デジタルをすごい使ってたりするんで、やってない方はおすすめです準備とかテコ入れ大変ですけどね、でもやればやっぱり今やっぱり打ったら打ち返されるっていうのがね、反応がね的確にあればあるなっていうのはね、まさに感じてます。そうですね、うん、正直私はやはり今前回の動画でも喋ったんですけど、ウェブサイトをこうゼロベースで自分で今年の初め頃からずっと作っていたので、うん、もうウェブ構築のことですごく、うん、まあ、今に至るまで忙しくて、彼がどこでもロハスに出ようっていなければ私はきっと見送ってていたのに、そうだよね、きっと、うん、なので、まあ、彼の方が特に、うん、そうですね、今回ちょっとすごく興味を持ってやってみたいっていう気持ちが強かったので、面白そうやんか面白いで座っていいのかなけど、うん、ですごく彼にやる気があったので、うん、私もちょっと忙しい時間の合間を縫って、まあ、彼と打ち合わせしたり協力できる部分はしたりしてきて、まあ、今回当日迎えれたわけなんですけど、うん、そうですね、うん、やっぱりそうですね、自分でも私一人だったらやらなかったけど、うん、彼にやろうって言われてやってみて、まあ、結果として、うん、ちょっと想像以上にいい結果が出たので、うん、やっぱりそうですね、まずはこうやってみなきゃダメだなっていうのはまあ今回思いましたね。空振りも多いけどね、もちろんもちろん失敗してることもね、きっとたくさんあると思うんだけどね、今回はどちらかというとうまくいった方こうなんだろうなってね、それはご注文っていう意味でもですし、うん、経験値とか気づきとか、うんうん、もうこのステップがあるからこそ次に行けるんですけど、今回のステップ踏んでないと一気にそこまで登るのってやっぱりちょっとやりづらいなっていうのがあったりして、そうだね、やっぱり何事もその最初の一歩ってかなり未知数なんで、うんうん、すごくエネルギーを使ったりするし、こう成功するかどうかわからないようなことに、なんか時間とかお金とかいろんなものをかけるのって結構その二の足を踏んじゃう人も多いかもしれないんですけど、うん、やっぱりまずは、うん、挑戦してみなきゃ、やってみなきゃ結局、うんうん、1% もね変わる可能性はないので、うん、まあちょっと大変な時でも、うん、面白そうな事案とかがあったら、その前向きにちょっと頑張って時間も割いて挑戦してみるのも、うんうん、はやっぱりいいなということは感じました、うん、今日、ね、このどこでもロハスオンラインイベントもそうなんですけど、初めてズームで、セミナーの方を受けることができまして、
1時にはこう NHK でなんか先生やってらっしゃるっていう畑さんってい う自然のか自然研究家あのこう自然にお詳しいあの方のセミナーを受けさせていただいて、15時からはユーシンさん、ユーシンっていう、まあ、グループ名みたいですけども、東京の方で活動されてる こちらもねあのママさんたちによるこう自然生活っていうのがロハス的な生活を啓蒙されるあの活動の方あのセミナーの方を受けさせていただきまして、ありがとうございますあの楽しい時間を過ごさせていただきました。でいろいろまあ思ってまあ単純に初めてのことなのでまあ緊張もしましたけど楽しかったなっていうありましたね。で私自身はそんなにこういう自然との共生とか自然が専門ではないのであくまでも、まあ、ちょっと好きだなっていう程度なんですけれどもやっぱ面白くてね、最初の NHK の畑さんなんかもこう自宅から中継するような感じのそういうセミナーあの座学じゃなくて、まあ、僕たちは座ってるんですけど畑さんはですねあのこう自分の自宅があのもう山っていうのかな街中にはあるんですけどこう山とか畑とかそこそこ大きい面積の土地を持ってらっしゃるみたいでそこにあの木生やしたりとかこういろいろ仕掛けしてなんか自分家がそういうちょっとしたこういう、もう自然の生物が寄り添う庭みたいな感じになってそこを探検するような感じで映像を撮っていろいろ教えてくれたなっていうあの印象のこうセミナーでしたね。もういろんなやり方があるんだなもう本当に初めてなんでなんかあこういうもんなんだとかいろいろ思いながらねその勉強させていただいたんですけれども具体的に自宅にそのレモンの木とかキウイをこういうの木とかあってそういうのを紹介されてたりだとかまああとはそう蜂とかバッタとか捕まえてこんな感じだよって、ね、見せてくれたりだとかまあ、その点にまつわるまあいろはまあそういうお話も奥が深いのでやりだすとキリがなく、まあ、30分ぐらいのセミナーだったのでもう本当にピックアップして、まあ、やってた感じで、まあ、ちょうど今日はその現地では雨が降ってたって、まあ、こちら愛知も雨なんですけど雨が降ってたっていうのもあって、ね、なんかやっぱどうしてもこう やりづらそうな感じではあったんですけど、まあ、それでもなんかあ楽しい経験だったなっていうもう広い意味で勉強させてもらったなっていうのは感じましたね。僕自体もセミナーとかで、ね、なんか絵のことをお話しできたりとかそういう機会があればいいなって思って、まあ、今回はやらなかったですっていうのも私自身スカイプもそんな慣れてないしズームなんていうともっと慣れてなかったりするので道具の使い方をわからない段階でそんな講師やったり先生やったりってのはちょっと危ないなんていうのかこう生で対面でやってそのねなんかそのコマを取り持つとかそういうのじゃ済まないですからね。こうちゃんと映像出てるのかとか音声聞こえてるのかとかその辺が、ね、ある程度自由自在に理解できるまではちょっと怖いなって思ったので辞退させてもらったんですけどもなんかまあそういうことも含めていろいろ勉強になりましたね。あとロハスとか SDGs っていうとすごい広い意味で解釈まあ、拡大解釈っていう部分あると思うんですけど単純に自然のお勉強っていう感じで捉えるとやっぱそれはそれで楽しいですしロハスって何じゃって想像するして、まあ、分かりやすかったなと思いますね。自然理科のお勉強みたいな感じで捉えて入り口から入ればよかったものをいかせんいろんな言葉面からやっぱ難しく感じてた自分がいるっていうのはあるんですよね。なんかそういうのを解消できた感じです。今日選んだ2つのセミナー両方ともそういう自然系のお話を
着させてもらったから余計そう感じたかもしれないんですけど、ロアスフェスタで自然のお勉強できるんだっていうことを思うと、まあ単純に、面白かったなっていうふうに思いましたね。あと、まあこれはどこでもあるあるなんですよ、ドタキャン。ドタキャンっていうのはやっぱあるみたいで、結構予約制限、人数制限がある中、せっかく予約したのに、なんかその時間にちゃんと接続されなかった、まあいろいろ事情あると思うんですけども、されなかった方もいるみたいで、まあこればかりはしゃあないなっていう感じではありますね。あとズームなんかでこう一緒におしゃべりしてたりすると、これ自分で切り替えいろいろできるみたいなんですけど、やっぱお母さんとお子さんと一緒にそのセミナーを見てるっていうような、顔の動画がね、他のその先生以外にも参加者の顔も見れたりするので、そういうのを見てたりするとちょっと微笑ましかったなんかそういう印象がありました。オンラインにすることによって、なんかリアルのそういうそのセミナー、例えば最初の畑先生の、例えばなんか山に昆虫を探しに探検に行くっていうのと、リアルで行くのと、ウェブでその離れたところから見てるっていうのは、なんかどういう違いがあるんだろう。あ、違いか、やっぱり参加者として、どうかな、遠い距離から、実際に行けない距離からでも、こう詳しい先生をお付けして一緒に現地に行くのと、ね、完全まで言わないけど、かなりの部分、その、なんていうのかな、体験ができた。だから、もう生き慣れてる人とか慣れてる人からすると、ひょっとしたら簡単すぎて退屈な内容だとは絶対思うんですけれども、私みたいにも全然、こう自然のことをほぼ、そんなに意識もしないし、知識もない人が、こう触りエントリーとして関わらせてもらうのはすごい楽しいことだったなって思います。確かに実際にリアルに参加するっていうなると、少しなんか足が重いけど、まずは画面上でその部屋の中から見させてもらうっていう、そうだね、やり方だと、その知らないジャンルだとか物事の中に入っていく、勉強するハードルっていうのは実際かなり低くなるから、それがきっかけでね、またリアルな場所にも行ったりっていうことにもつながるかもしれないよね。そう思いました。あと、このやっぱ世の中に本が出回ってるからって言って本をわざわざ買うだとか、ホームページのその文章を見るっていう以上に、こういう動画なりアニメなり動くものを見るっていう方がやっぱり入りやすいですし、もう撮った後の収録のものを見るっていうのと、またライブでリアルでその場で、ね、遠くの距離でやってらっしゃる方、先生がいらっしゃるぞっていう、やっぱ意識っていうか設定の上で、場に関わると、もう一段階その能動的になるっていうのか、もっとやっぱり気を張る感じがあって、いい意味で、特に5時から15時の3時からの有心グループの有心先生の方の、会なんかは、最初の畑さんは NHK で出られてるっていうんで、人数もちょっと多かったような印象があるんですけど、この有心さんの方は人数も少なかったので、もう半分会話しながら授業も進めさられるっていう感じで、もう本当になんていうのか、これ能動的っていうのかね、もうリアルタイムっていうかね、会話してる感じっていうのが感じられたかなっていう、オンラインのセミナー授業でした。なるほど。で、いざ2日間過ごしてやっぱり思ったんですけど、やっぱりイベントっていうと、どうしても五感を感じたいな、昨日の話にも若干通じるとこなんですけれども、通常であれば、こういうロハスフェスタ、こう現場に行っていろいろやってると、こう設営に汗かいたりだとか、あと、こう天気、天気はね、今回はもうあいにく2日間とも結構な雨降ってるんで、こうリアルなイベントだったら、どうえらいことになってるんですけど、そういう、雨、湿気とか空気感とか現場のこの空気感を感じたりだとか、
あと実際にこうイベント始まったりするとやっぱ11時12時ぐらいになっていくとその美味しい匂いがねイベント会場ってあのそうだ、ね、カレーの匂いがまあ一番極めつけだけどそういう食べ物の匂いしたりだとかあとこうライブの音楽が遠くから、ね、あのそれとなく聞こえたりだとか、うんうん、なんかそういうのをまあ、デジタルのあり方にそういうのを求めること自体が邪道な部分かもまだまだ何ていうのかいろいろできないっていうのかな壁みたいなのあると思うので邪道ですしこのどこでもロハスにも限ったイベントでは全然ものでは全然ないんですけどやっぱそういう全体五感を感じて何かをやるっていうのはやっぱちょっとこのオンラインイベントっていうのは難しくてどうしてもこう視覚とちょっと頭とかなんか情報としてやっぱ知るとか目でなんかこう人の認知する中で、まあ、視覚ってすごいあの比重が大きいのでなんか情報と視覚だけでもまあまあ、まあ、ある程度はっていうのはあるんですけどねやっぱそこがちょっと残念だな残念っていうのがなかなかこう社会全体のあの人類全体のなんていうのかこう発展上そこがなんだろう良くなると、ね、オンラインイベントでそういうところまで保管されるような感じになってくると、ね、こうバーチャルでなんていうのかこう視覚の部分だけがすごいなんていうのかなんかバージョンアップされるよりも、まあ、できるのかわからんけど例えば音の問題であればこういうねあのこうデータとして送られた時にこういいスピーカーであればこの臨場感っていうのね、音の臨場感っていうさすがになんか音の圧力とかそういうねあの部分は難しいんですとはもあるんですけど、うんうん、やっぱっていうのはできるんですけどそのさっきも言ったようにカレーの匂いをここで感じるとか匂いをその再現するデバイスみたいなのっていうのはすごいよねあったら、うん、あったらすごいけど匂いを作り出すとかなるとなんていうのかこう分子とか原子のあのその場で生成するようなデバイスをなんか接続するみたいなそういうイメージになるでも本当そういうのになってくるとさ、うん、なんだホワイトホールん分子とか宇宙の話になってくると、うん、なんていうのかダークマターとかそういうあのなんていうのか分子レベルの何でもないものをこう作ってこう作るみたいな機械ってとかなんか宇宙軸のとあるところにあるものをこうどう何らかのなんか仕組みでここにいきなり出させるとかっていうブラックホールホワイトホールビッグバンとかなんかそういうあのことになってくるとなんかデバイスの中で収めるのってできないっていうかちょっとね遠すぎる未来の話かなそうだね、うん、すごい頑張ってももうなんかその外付け機器だと思うよ、うんうん、そうだよね匂いはねちょっとまだ非現実的かな、うん、でもそういうの求めちゃうよね湿気とか、このこういう森の中にいる感じはい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 だただ単にそういう機械で、ね、マイナスイオン製造機みたいなので感じるんじゃなくて、うん、本当にリアルの現場で起きてるそういうのをなんかかなり高い精度で模しちゃうとか、うんうん、まあおかしなもうそこまで行くとね、うん、それはね、うん、ちょっと今の時代では、うん、厳しいかな、うん、パソコン一台では無理だよちょっと無理だよ、ね、スマホとかうんなんかそういうのをね思ったりああでもなんていうの取り留めのない話ですけど、うん、でもなんだろうねその五感を感じたいっていうのは、まあ、今回ウェブイベントに参加してみて、うん、結構、うん、理解できるところではあって、うん、まあその五感の中の一つの音っていう部分に関して言えば、まあ、さっきも言った通り私たち、3台のうちの1台のパソコンを、ロハスステージの垂れ流し用に使っててもう本当に、オープン時間中ずっとそれを流し続けていたので、うん
うん、気持ち的には結構、うん、リアルの会場の気分を、まあ、私たちはいつも出展しているので、うん、音からその会場の雰囲気をなんか脳の中で蘇らせることはちょっとなんかできてたのかなとは思うね。過去の経験、情報、視覚、聴覚、この辺だよね。そうそう、だからリアルのロハスフェスタに行ったことがある人であれば、あの音楽をそのずっと部屋の中で垂れ流し続けていれば、結構ちょっとあの、うん、そのイベント感はね、ちょっと味わえるっていうか、イベントの高揚感がなんかね、分かる分かる、出てくるんだよね。不思議とね。そうそうそう、だから、うん、ああすごい、なんかあのロハスのテーマソング聴けるのって改めてなんか嬉しいなって私はすごい思ったんですよね。そう、あとそのまだ音の話なんですけど、そうですね、ロハスのテーマソングだとかいつも流してもらってる本当ロハスチックな音楽も素敵なんですけど、なんとなく感じたのが、例えばその風に揺られて木の葉っぱがそのサワサワするような音とか、こう小鳥のさえずりの音みたいなのが、その曲と曲の間にちょっと流れたりするのも面白いなとか、あと、まあ、ステージはステージで、まあ、そういうの流さなくてもいいけど、例えばその他のコンテンツのページに入った時にバックグラウンドミュージックでそういうなんか、自然の屋外の音がちょっと流れてる設定にするとかでも、ほんのちょっとだけなんか屋外に行けた気持ちになるかもなと思ったり、例えばそのそうです、まあ、セミナーとかだとやっぱり先生の遮りになっちゃいけないので、そういうところに無理に使わなくていいと思うんですけど、普通に商品購入するページなんだっけな、どこでもロハスショップだっけ、お届けロハス、あ、そう、お届けロハスお届けロハスで、まあ商品、基本的にそうですね、店舗紹介を見るだけのページなんで、そこのバックグラウンドミュージックでなんか小鳥のさえずりとかそういうものが入ってるのもありかなとかね、感じたりしました、私たちあのこういった感じでソーシャルディスタンス、あの対コロナっていう部分から、あのこういう自宅にこもる窮屈な生活をあのこう多くの人を強いられてるっていうことなんですけど、なんかこれもまた一つ取り留めのないあの、まあ、未来の話のイメージではあるんですけど、あのもうおそらくこの今ちょうどこのタイミングでおそらく生まれてくる子供がおそらくおじいちゃんおばあちゃんになるぐらいには結構普通かもしれないですけど、その人類がその火星に移住するっていう、今どこまでどう進んでるのか僕も詳しくないです、すごく調べてるわけでもないのであれなんですけど、あの人間が移住してそのまま移住するこうシャトルに乗っていくっていうところから宇宙空間で過ごす、であのこういうね、あのなんだ基地なんていうのコロニーコロニーは違う違う違う、ガンダムかそれ、なんかそういうあのそういうでかいところで過ごすとか、逆に火星に降り立ったからといっての大気圏っていうか空気がないですから、そういうやっぱ特定のエリア内で過ごすっていう、あのこれ作られた特定の中だけで過ごすっていうことのなんかこうシミュレーションっていうのかなにも近いねっていう感じで、いわばこういうちょっと窮屈な状況とか中でもなんかこうストレスなくあの生きれるようになって、ストレスを感じずに生きれるようになるっていう部分が、こう人間としてのこう人間が今後これから進化する上でのなんか一つのポイントなのかなみたいな、まあそれ個体差があると思うので、やっぱストレスに思う人、僕みたいにもともと引きこもり側の人ってストレスほとんどないですし、あのまあただね、散歩行ったりちょっと体つかんときついなっていうのはあるんですけど、例えばトレーニングもそのジムみたいなとこだけで満足できる人から、実際に公園走ってとかなんか自然がないともう生きれないみたいな人だと、逆にその方が元来人間として自然な印象ではあるんですけど、あのこう人がその今後進化していく上では問われちゃうだろうねっていうのは、この
ソーシャルディスタンス、個々が窮屈な中で暮らすっていう意味では感じたところで、もっと長くなるとこういう地球、太陽か、太陽すごく大きくなっちゃって地球に飲まれちゃうっていうような感じになっていくので、やっぱ人類がこういう生身の形で残るには何ていうのかな、星を移動して移動して移動して何ていうのか飲み込まれるのを避けるっていうことはね、何の話してるんやって感じだけどまあいいじゃない、あのそういうこと出てくるから、あのやっぱそういう部分の始まりかなっていうのもね、あの感じたりしますけどね。まあ確かにね、まあ事実として結局このまま行くと地球は太陽に飲み込まれるのはまあおそらく確定していると思うので、だからまあその前に干上がるとか、あの地表の温度がすげえ熱くなってもう住めなくなると思うけどね。それ思うとね、そういう短いスパンでロハスとか SDGs とか、やっぱね、その生態系とかその生き物を残すってあるけど、取り留めないなどうしようもない話になってくけど、でも、そうだよね、まあまあ自然環境的に、まあどういう要素かわからないけど、もう何が起こるかわからないような世の中だから、そういう時に対応できるように今自分たちが進化を求められているんじゃないかっていう、そういう話だよね。人間のそのなんだろう生き方の話にもなってきちゃうけど、やっぱそのまあ僕が個人的に美しく感じるのは、この今自分が生きてられるこの時間の限り自分ができることは最大限頑張るとか、自分の務めを果たすみたいな、なんだ、あの美学だよね。こう美学からこう地球とかの人類の話までなんかこうごっちゃになるような感じで、まあそれ本来のことなのかもしれないですけど、やっぱそれちゃんとやるってこと、そういうふうに意識傾けるっていうのはやっぱり大事だとは、ね、思ったりはしますけど、まあそうですね、その自然環境に対応っていうとこから始まり、まあそれぞれの人がまあそれぞれ自分や他人や、まあ強いてはの未来の人とか地球のためにできることを、なんかできる限りしてい、けるとなんかいいですよね、いいですね、はい、僕はそういうの大事だと思って生きてます素晴らしいです皆さんはどうでしょうかその辺はね、まあ、人それぞれいろいろあった方がいいし、いろいろあった多様性があってこそいろんな可能性、こう種として生き残りやすいっていうのがあり、残るっていう話になっていくので、まあいいかなと、まあ本当一個人の考えとか意見に過ぎないですけど、まあロハスとかソーシャルディスタンス、宇宙、こういう人とは何ぞやとか、そういう部分からいろいろ思う私の取り留めのない思いとかでしたかね。なるほどね、でもまあ疫病っていうのは、その今地球上に生きてる人は、そうですね、なんかこんなに大規模なその感染力の強い疫病を体験したしたことがある人っていうのは多分本当に一握りくらい、100年前ぐらいなのかかな、まあなんか、SARS とか MERS とか経験してる人もいるだろうから、あれかな、それとはまた違うかもしれないんだけど、まあ多分9割以上の人がこんな凄まじいその疫病の大流行は初めて経験することだと思うし、自分たちの親の世代でも多分そんなこともなかったと思うので、本当にその世界の人たちにとってもう突然の未曾有の事態みたいな感じだったと思うので、特に先進国になるとそういう疫病問題って、後進国はあるだろうけど、日本も第二次豪雨はやっぱりね、あのそういう病気はね、多かったしはずだし、情報上多いはずだし、現代はね、もう生活習慣病の方がちょっとね、生活習慣とか精神ストレス疾患とか、そっちの方がメインだから、想像もしんかったね、誰も本当に想像しえない事態、だったので、誰も何も準備がなかった、本当に突然やってきて、始まってからゼロベースで新しいものをその作り直さなきゃいけなかったり開発しなきゃいけなかったりっていう状況がきっと
今だと思うので、うんうん、いやなんかね本当に時代の転換期にいるなと思いますし、転換期ね、うんうん、やっぱり自分たち私たち一人一人がね、うんうん、そのこの時代に対応していけるような、まあ、生き方だったり仕事の仕方、うん、をその一生懸命考えたり行っていくのも大事ですけど、うん、やっぱりその自分たちだけじゃなく結局世の中ってその大多数の人の意見で物事だとかが決まっていくので、そうだね、民主主義はそうだよね、うん、そうなんでやっぱりその一人一人がちゃんと意識を持って今の自分たちの生活プラスその未来の自分たちの子孫のための世の中を見据えた上でそのウィズコロナの時代にどういう選択肢を取っていくのが、うん、今後の、まあ、世界の人々にとって最善なのかっていうのは、うんうん、その真剣に考えてその発言したり行動したりしていくことはすごく大事なのかなと思います、うん、そして私サシは今晩もこれから夜通し制作頑張ります。頑張ってください。はい、ご注文の皆様お待たせしてますが、なるべく早くお届けできるように、頑張ります。風さんは？私もそうですね、ちょっと時間が遅いのであれですけど、一応昨日今日で受付していただいた方への、まあ、返信文を、まあ、ちょっと作っていこうかなっていう感じですね。頑張りましょう。頑張りましょう。ましょう。最近の YouTube のなんか視聴者の動きを見てると、こう絵を教えるっていう教室動画がなんかすごい反響っていうのか、なんかお求めになられてるのかなっていうのを感じてるので、特に今夏休み期間入って、まあ、通常の夏休みとはちょっと違うんですけど、子供とお父さんお母さんのポスターの宿題をグレードアップさせる話とか楽にやれる話とか、そういうのをもうタイムリーだから本当はしていきたいなと思いつつも、注文がたくさんあるのでうまくバランス取りながら頑張っていきます。すいません、いろいろ本当はたくさんネタ出したいんですけど、ちょっとお時間いただきますがご容赦ください。よろしくお願いします。そして次回8月うまく当選してくれれば、いつもの岐阜や長瀬サンビルのイベントに出展させていただきます。オンラインイベントについてはもう全然予定がなく分かんないです。でウェブ注文もいつ再開できるかちょっと分かんないです。今回先週のサンビルの件も含めてすごいまたたくさんいただいたので、まあ、なるべく早くかついいクオリティで、お届けできるように頑張ります。今回もちょっと間の長いラジオ感覚の家庭トークになってしまいましたが、ここまでの時間ご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた近々会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。